ない。もったいない。というわけですいません、皆さんもう一回行ってきます。行ってきます。はい、すいません、もうちょっとしばしお待ちを。しばしお待ちを。そういう感じで、はい、マッサージ今行ってきて、はい、やってきました。はい、よかった、気持ちよかったね。60分のね、コースだったんだけど、やっぱちょっと、もうちょっとやってほしかった。いつもだったら1時間半だよね。寝るけど寝ないほうがいいと思ってたから。180分ぐらいやった時やったの、3時間マッサージされてる時、おなら出ちゃいそうになっちゃってさ、私もなんかさ、そういうつもあるとかあるの。あるあるある。なんか押されてさ、だっ、やめろやめろ。シーン、うち覚えてる。え、知らないの、覚えてない。最後だね、覚えてない。どうぞどうぞ、あれです。覚えてないの。どうだっけ。いや、覚えてる、そのやってる。うわ、絵本字。あれ、正解は、はい、西の前の家で、はい、うちがめっちゃ日焼けしてて痛いみたいな時で、そう。真っ暗のさ、そう、画質超悪くてさ、なんかリングライトだけでうちが生きてたから。そうだ。しかも結構長いことやってたよ。え、そうだよ。うん、どうだろう。ね、なんでお前が話してたと思ってたやつ。確かに。楽しいね。楽しい。マッサージで気持ちよかったんだけど、お腹とかさ、わかる、こういうやつ。無理無理、わかるわかる。ここをなんかこうみたいな。そう、うつ伏せになってるし、うつ伏せになってる。やだ、そうね。え、そうなんです、そうなんです。普通にここら辺とかこうね、こうはいいでしょ。うん、で、ここになった時にこう、ね、やだ、本当にやべえじゃん。で、なんかたまにやったらいいの。うん、でもずっとやだやだね、やんないって言ったやん。たまんな。ずっと腰うまいんだよね。で、なんかもうさ、こっちはさ、ビクとかなるのもさ、気まずいやん。ここ開いてて覚える。あそこの顔ってさ、誰にも見られたくないよね。かわいリラクゼーションの場なのに。そんでここもこわばっちゃって、結局はして、足のこの辺もさ、わかるわかる、アロマだから、オイルだから。うち今日パンツのゾーンあるやん、はい、のここをすごいやってる。V ね、これ V がするじゃん。ここ終わったです。終わったね、ここ。ここ。え、わかる。ここをこうやってるような時に、なんか。くすぐったいって思えば思うほどくすぐったくなってくる。そう。で、こっちくんだ、こっちくんだって思って、寝るって。全然多分言うね。
やばい、なんかちょうどいい眠さだかも。逆に1位の眠くない。赤ちゃんベッド買ってきたよ。かめっちゃいいやつ。びっくりした。最低だろ。最低だろ。眠いっつってるやつベッド買ってきて起こそうとしてんだって。違うよ、買ってくるってその方が優しい。独身女が TikTok に散らせるって笑えるよね。やばいよね。そんなこと言ったら他の人に、ね、なんか、あ、確かに申し訳ない、申し訳ない、申し訳ないけど、違う、うちらがやってるのがおもろいね。そう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 、そんな驚き合いじゃねえだろって。いや、なんかね、わかる、キラキラしてる人は踊れるよ。うん、そう、わかる、だから踊ってるだけで可愛いからね。ずっと可愛いでいられる。そう、本当に難しいよね。そう、わかる、かわいい女これやるやつ。カエルみたいな人最後。今日ね、うん、大阪なんだけどここ、うん、6時ぐらいに着いたんだよね、夜のね。そうで、タクシーでね、このホテルまで移動しようってなって、隣に座ったの、普通に、うん、タクシーの中で。で、こうやって座ったの、うん、ですね、うん、で、普